もうこれが10冊目で、もう彼は多分日本一のアンチエイジングスペシャリスト、まあ、トップ3とか5には余裕がない。で、博士なんですよ、科学博士、栄養科学、栄養科学、そうですね、とりあえず、まあ,あまり博士らしくないと思うんですけど。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> 彼の本は20歳若く見える人の食べ方卵は最高のアンチエイジングフード3度の食事で老ける人若返る人油を変えて頭も体も若返るココナッツオイルが効くスリムな体で美しい人はこう食べている若返りスイッチをオンにする食べ方ココナッツオイルでマイナス10歳ジンはいまず、あ Awesome, で今度はオーガストリュー30日でで体が10歳は若返る食事そうです <All right. S 2>、まあ、この若返るっていうのは、まあね、あの、うん、当たり前にそのトピックに感じると思うんですけど、うんまあ、私のそのアンチエイジに関する考え方はもちろん見た目だけじゃなくて、うん、仲が変わんないと、ねうん、私たちの中がより若くならないと意味がないと信じていますからもちろん私の方法は健康第一。 ね、健康になってもらいたい、皆さんにね,ねだからね、すごい面白いのは、ね、普通だったら痩せたいと思うじゃない、ね、これもちょっと話すから、炭水化物抜けば痩せるじゃんとか、運動すれば痩せるじゃんみたいな感じで、痩せればいいじゃんって思うんだけど、オーガストの考え方は違うんだよね、いや、体を若返るって言ってるんだけど、体を良くしようよみたいな、ね、ちょっと普通のダイエットプログラムと違うなって、まあ、結構違いますよ。 でも本当に、あのー、食べるものを変えるだけで、えー、体の形を完全に変えることが可能です。ね、運動は実は実必要ないんですよちょっと止めちゃうね、ごめんなさい。運動が必要がないって言うとね、うんあのさ、こう言われてるでしょ、痩せたいんだったら食べ物の量を小さくして、ね、少なくして運動すれば痩せるんじゃって、ね、努力で痩せろって言われてるんだけど。そうね 実際にそれで痩せた人いいらっしゃいますか、まあ、実際に運動と食べる量で痩せた人いると思いますよただ、うん、残念ながらリバウンドリバウンドリバウンドが結構来る方も多いですし、えー、リバウンドが来なくてもその食,べ食べるものを減らしたっていう中で、うん、やはり人間の体がね毎日実は新しい細胞を作ってるんですよ、ね、だから毎日新しい細胞を作ってるんで オーガストの体も昨日作ってた細胞より明日作る細胞がより強かったら若返っていくんです分かります若か,かるのは分かったよ、うん、分かったよだからそのために栄養をちゃんととってないといい細胞を絶対作れないんですね、うん、だから痩せても不健康になっていったら意味がないんじゃないなと思うんですよ、うんあのー、例えば、うんえー、炭水化物をカットして、うん えー、タンパク質を非常に増やして食べていくと間違いなく脂肪は取れててて痩せていきますただその食べ方だけだと、えー、実は骨がダメになっていくんですよね骨がダメになっていくんですよだからとにかく一つ解決しても違う問題を起こすならあんまり意味がないっていうの,を、ね、あの気づきまして私が勧めている食べ方、まあ、オーガスト流の食べ方はいろいろの問題点を いろいろな角度から見て全て解決できるような考え方です。であの本当にね痩せたいと思っている方たちはたくさんいらっしゃると思うんですよ。努力されている方たちがすごい多いんですね。私もあの、まあ、動くのが好きなんで、えー、週に何回かスポーツクラブ行ってますでも何年前かからねもう本当にね毎回1時間から2時間,から2時間あの走ってたりうもうすごい努力されている方。 たくさんんいらっしゃるですよでも残念ながら体の形があまり変わってないんですよね去年から2年前からでしょだから努力が足りないってことではなくて予方が間違えてるそうなんだよ僕スポーツジムのマネージャーインストラクターやってたのねでやっぱり最初は痩せるのよある程度で本当に週4回とか来てズンバとか踊ったりとか結構激しい運動やってるんだけど なんかある程度、まあ、1 0キロぐらいは痩せるかもしれないんだけどピタって止まるんだよね、はい、でどのぐらい努力しても限度といえば、あのーまあ、私の考えでは人間ってとにかく食べることと、うん、動くことと、うん、休むこと,、ね、休むこ,とこの3つを理想的にできたら完璧だと思うんです。うん ででしょまあある年齢になってくるとね、まあ私もちなみに、最近50ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ここで質問です、僕は35歳です、オーガストさんはさて何歳でしょう、A、34、<laughs> B、42、<laughs> C、48ず、54になったばっかりですか 1>,、はい、1ヶ月前に54になりました。 いや本当にあの患者様で今の方が20年前より健康的で元気ですね。<laughs> えー、でもとにかくその3つともねあの、えー、理想的に来たらいいんですけど、うん、まあ、ある年齢になってくると徐々にやっぱり疲れって溜まってくるんですよ、うんねで。運動しても前ほど筋肉はつかなくなるし、えー、ちょっと余分に食べるとなんかすぐ脂肪がね特にお腹周りについちゃったりしてまあ、やっぱり体は変化してくるんですね、うんまあ、ある意味では老けてくんですよ機能がい,ろいろ弱くなってくんです、ね、で。 そういう時に例えば友達と相談するでしょう、ちょっと最近、なんかちょっと調子悪いんだよねとか見た目があんまりよくないでしょうって言うと、運動しなさいって言いますよね。言われるあ運動した方がいいよって。うん、疲れた体が運動しても、特に激しい運動してもより疲れるだけなんです。<は> okay? または運動っていうものをしたくても毎日ちょっとでも運動できる余裕を持っている人って少ないんですね。私、うん、私たちみんなな忙忙しししいいいいじゃないですかもも会社を経営てて子供5人もいて やっぱり毎日忙しいんですよね。そこでね、毎日運動しなさいって言われても、なかなかその時間作れない。でじゃあもっと休みなさい。休むっていうことも、まあ正直これすごく疲れてる体でね。うんうん、夜10時間寝ても目覚めそんなに良くなります大して変わらないでしょなんかね8時間寝た方が僕は、うん、僕は6時間とか6時間半の方が多分さっぱりしてて、はいはい、8時間寝ると なんかボーッとして,てなるほど、うん、ねだから寝るだけではなかなか疲れって抜けないですよねまたより長く寝るっていうことも毎日忙しい中で余分な時間また作らないといけないじゃないですかそうん、だからなん、うん、このアドバイスはね全部もっと時間がないといけないというアドバイスになっちゃうんですよねなかなか忙しい方はできないんですよ、うん、で私の考えでは食べるものから変えよう。食べる 食べる時間はいくら忙しい人でも1日1回か2回か3回かは儲けてるんですよ、自分のスケジュールの中でそうね、ももあるわけだん私は一切食べてませんっていう人いないと思うんですよねいいなねだからたまにはね、断食したりするかもしれないけど食べる時間もあるんでこの時間を自分のためにプラスに使ってみようと考えますと食生活を変えれば食べる内容を変えれば実は体は元気になってくるの。元気 体に元気をにつけるような食材を食べていくと体が元気になってくるんですよじゃあ元気になった体が今度何をしたくなります動きたいの<ー>元気な人はねじっとしてられないんですよ元気が溜まってるとなんかね日曜日今まではなんかテレビの前でゴロゴロしてたんだけどなんか家族ね子供たちも誘ってちょっと今日さあの公園で散歩しないとかい、ね、ちょっとジョギングでも始めようとかね面白い話があるのよ僕も実はオーバーストダイエットやっ 出てちょっと今写真載せるわ体の変化が出たの、ね、でで先週の土曜日から、はいうん、ちょっと走りたいなって思ったわけ、えー、で週末に走るなんてめっちゃしないわけでフリックス見たりとか、まあ、できるだけそういうのしないけ,けど <laughs> ちょっとどのぐらい走れるかなって言って2 1キロ走って、うん、すごいね <laughs> 僕はもうそこまであ走れないかもしれないけど <laughs> でもとにかくやっぱり元気が出てきたでしょ、うん、で全然辛くなかったっで今度よく動くような人をね、うん あの走ったたりり運動したりとにかくよく体を動かす人は、うん、夜になると肉体的に疲れていい睡眠をとれるんですよ、うん、熟睡するのそうすると睡眠時間が大して、ね、長くなくてもだから6時間ぐらいでもしっかり寝て目覚めがよくなるんですようん、うん、だから理想的な順番は食べるものを書いて次に運動をし始めてで3番目にいい睡眠をとる。 S <S これが完全に人間のリズムだと私は思います、right. だからだから食生活が一番重要じゃないっていう考えは私はますます強くなってきました、okay. ちょっとここをポイントをげましょうステップ1食べ物を変えるそう食べる内容を変えるステップ2う,ん、運動 2> そうやっぱり自然にねもう、うん、なんか元気が溜まってきたな,なんかしないとって思った時に運動をし始める<ー>運動は有酸素運動でもジョギング10分とかでもいい まあそれは自分の目標に関しますよね、私は個人的に一番、えー、理想的というか、まあ、短い時間で体の変化を起こすのは筋トレと思っています筋トレと言ってもそんなムキムキになるまでの筋トレじゃなくてもいいですよ、で女性の方でも安全でね、うん、あのいい結果を出せるあの、えー、筋トレの方法ですけどやはり筋肉が少しでも増える。 ある年齢になるとね、まあ、30代になりますと人間の体は自然に筋肉を減らしていくような老化メカニズムが働き始めるんですよ。<ー>筋肉が減るっていうことは老けてくることなんですね<ー>じゃあ人間は赤ちゃんとして生まれて、うん、え成長、うんね、あんなちっちゃい体からぐん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 大きくなってきますずっと成長してますよね二十歳ぐらいまでは成長の時は絶対筋肉が増えてるんですよ。 筋肉が増えるイコール成長、脳にしては。筋肉が減っていくあこれは老化死に始めたっていうことなのねだから週1回でもいいですから結構きつい筋トレをやってちょっとでも筋肉を増やすことができたら脳,のあの脳にあげる刺激はあこの体はまだ成長してるんだこの体まだ若いんだじゃあ成長ホルモンを増やさないといけない more 成長ホルモンっていう刺激を脳に与えるんですよ で血液に流れている成長ホルモンが54歳の体ではなく30歳の体の量だったらこの脳はこの体がまだ30歳と思っているんですね <Really? S 1> 脳をごまができるんですすごいねで。これは食生活だけではできることではなくてまたはいろいろ薬とかサティメントができることではなくてやはり運動と正しい睡眠が一番効果的なんですねそのホルモンバランスには。うん でもそこに体を持っていくためには最初食生活を変えていく、うん、であのクリスさんの先ほどの質問に戻りたいんですけど、うん、だからいろいろ努力しててね<う>食べるものを減らして、まあ、ある意味でカロリーを減らしてカ、うんえー、ロリーを余分に使えば動けばマイナスが出て<う>体の、ね、脂肪が減っていくというはずなんだけど本にはカロリー関係ないいよって書いて書ある、うん、うでどうしてそうならないということは、うん、実は、えーまあ、ダイエットや、まあ、栄養学の中で。 大変大きい間違いが少なくとも3つありましてカ、はい、ロリーがその1つですカロリー、はい、カロリーというものはありませんゼロですで人間って何か正しいことをやろうと思うときに間違えた考えを1つでも残してしまうと一番いい結果を出すことは不可能になるんですよ間違えたことを考えながら一生懸命やっても絶対いい結果出せないんですカロリーっていうのは大きい間違いなんですどうしてもうか機械で測るものなんですよ カロリーメーターっていう大きい機械があるんですけどねこれに食品,食品入れて食品にまあ火をつけてどれぐらいの熱が発生するかっていうことでカロリーっていうものが分かるんですけど私の機械あ体の中はねあの最後にあのお医者さんに見てもらった時には、うん、機械入ってなかったです <laughs> 機械入ってない僕機械じゃないですでどこ誰もねお腹の中で火つけてねあの私が食べたものを燃やすことできないんですよこれ完全ノンセンスノンセンス <Okay. S 2> 人間の体は食べた食品に含まれている炭水化物たんぱく質脂油ですよね、うん、これをどう使うかっていうのは全く違うメカニズムがあって、うん、違う部分部分でその栄養分を使っていくんでカロリーっていうその一つのベースで全て見るっていうことはありえないです。ありえないでカロリーを考える考え続けますとやはりダイエット失敗しますし 重要な油っていう栄養をねちゃんと取らなくなるから油が一番カロリーが高いんで,んでここでやっぱり油も悪者になってきたんですよねそう油は間違いなく、まあ、僕はねアメリカに住んでてでダイエットする時はカロリーを低くしろ油、はい、を取るなステーキの油をカットしろとか言われてるよね油、はい、はダメだよかだからあの鶏肉でもねささみだけを食べなさいとかねそうそうあと卵は黄色い部分を抜きなさいって。はい で間違いなくそういう食生活の中ではその方は痩せていいいくことは間違いないです、うん、ただ油を取ってないね十分な栄養を取ってないその体は体内で何が起きてるかっていうことは油が必要なえ働きがもう鈍くなってくるんですねで油が必要な働きっていうことは何かというと細胞を作ることなんですよ人間の体の中の細胞の種類っていろいろありますけどね、うん、あの赤血球から脳の細胞から心臓の細胞は肌の細胞 全部違いますけどすべ、うん、ての細胞は細胞膜っていうのがありましてね、うん、細胞膜すべてには脂肪酸が入ってるんですよじゃあ油をちゃんと取ってなかったらどうやっていい細胞を作るのでいい細胞を作ってないならどうやって若々しい肌の細胞を作るんですか<は>脳なんてほとんどすべて油ですよじゃあ痩せ,る痩せるかもしれないけど脳も痩せてくんですよ脳痩せるのまずいですよね だからとにかくキャロリーがその一つの大きい間違いで、うん、キャロリーっていうことを完全忘れないといけないですもう関係ないうこれ嬉しいと思ってもらいたいのね、えー、あんな面倒くさいキャロリー計算とかもう完全にノンセンスそっちをやらなくていいのゼロお菓子湯じゃなくてすすべすべて理由でやめてもらいたいです本当、うん、もうあの病院のね出る食事とかもうあれ全部キャロリー計算であのほとんどのパーソナルトレーナーさんもやってる、えっと、ダイエットのアドバイスもキャロリー計算でこれ全部やめてもらいたいやめていい。はい やめていいでやめてもらいたいやめたやめた方が絶対そのクライアントさん患者さんのためになりますから Okay, so we got that、はい、we got the no calorie thing and then just for you 私も僕も実際に彼のメソッドをやってでカロリーとか計算しないでもうみるみるするする痩せてでこの間痩せすぎてるよっていう注意も受けたぐらいなんですよね <laughs> はい、はい、ちょっとでこの次のトピックが炭水化物なんですはい。What is up? With the diet. はい、ね。今流行ってますよね。今流行ってるよ。ライズギャップ<う>ギャップライズ、なん<う>とかなっちゃう。<laughs> ねえ。<laughs> ねそうそうそう。どうなってんのよ、この炭水化物をゼロっていうのは。まあ、でもね、一つ言いたいのは、その病気との戦い、うん、特に、まあ、認知症とか糖尿病に尿病、ね、して、はい、医学的にな部分で炭水化物をゼロにするっていうのは、そこはステ そのの部分でああると思ううねりますこれからの話はそういう病気ではない人と私はもちろん医者ではないんで実は大学は医学部で始めたんですけど途中で栄養学に切り替えたんですけどやはり人間が病気になってから手伝うよりは病気にならないように病気を予防するノウハウを伝えたいなっていうことで。 まあ、栄養学学を通して予防医学でも、あのー、私も自分のねあの今まで、えー、いろいろなダイエット法を自分なりに試してきた三十何年間の中でも完全炭水化物オフの時もあ,ったあ,ありましたし本当にあにまた6パックがね戻ってきたり本当にもう脂肪が全部落ちるんですよ、はい、でもまあそれが目標だっていう方はそんなたくさんいらっしゃらないと思うんですよねそこまでそこまで脂肪を落としたいっていうことではなくてやはり ほとんどの方はちょっとこれ、ちょっと最近まずくなってきたなぐらいの気持ちでしょ、うん、特にあの日本の女性の方でね、あの痩せあと太ってるって言ってもえ、そうですか、そんな太ってるように見えませんけどっていう方、たくさんいらっしゃるじゃないですか。ね、いや日本の女性の方って、海外の、まあ、でアメリカとか、ナダの女性と比べると、 まだスリムの方が多いですよねまだスリムいうかそういう方でも自分なりにもうちょっとお腹周回りとか腰回りとか実は洋服で上手に隠してるとかね、まあ、私に来るお客様の中ではよくそういう話聞くんですけどうん、うん、でそういう方たちのために、えー、進めてる食事法なんですよ、うん、だから、あのーね、ダイエットしたいじゃあ体重気にする方がほとんどですよね。 そりゃそうでしょ,で,しょ、うん、でも体重も関係ないんですよ体重も見なくていい、うん、だからカロリーの次には体重にこだわることをやめてもらいたいんですね、あのー、体重計に乗った時に何を測ってるんですか自分の体ですよね、うん、でもそれをより、まあ、細かく分解して考えていただきますとあなたの体は、えー、骨もあって筋肉もあって、うんえー、内臓もあって体内の水分もあってでまあ脂肪があるんですよね、うん じゃ何を減らしたいんですかかまさか骨じゃないですよね骨が軽くなったら困りますよね骨粗水分いや水分を減らすのも良くないことですよね、うん、水分をちゃんと持ってないとますます早く老けますよねまさか内臓を減らすこともできないでしょ、うん、筋肉がですから減っていくと老化がより早く進みますから筋肉は保ちたいんですよ脂肪だけなんですよ、うん、脂肪だけを減らしたいの、うんうん、じゃあ今度お肉屋さんに行く機会がありましたらお肉屋さんに まあ野球の球ぐらいの大きさのね油ラードを手に入れてもらってくださいでこっち側の手にはこの赤みを同じ大きさの赤みを手に入れてもらってください赤みが重いっていうのがすぐ分かりますあ,<ー>あ肉って結構重いんだ油は軽いんですよ水に両方とも投げれば肉は沈んで油は浮きます軽いものなんです油ってじゃあ体の一番軽いものを減らそうと思っているのに 体重にこだわっている。これもノンセンセスです。ね衝撃とた結構やばいね今なんか。逆に正しく食べて近い将来にいくらか運動し始めますと、うん、体内脂肪は減ってって筋肉が若干増えた体は体重は増えます。 でもその体は新陳代謝がより強くなるんでねまあ若返った体になりますだから体重また気にしていると間違えた方向に可能性があるんででも今はとにかく炭水化物を減らすことが重要だっていうダイエット法がねあの日本だけじゃなくてもう世界中で流行ってますでこれは間違いないなです先ほど話したように私たちが食べる食材には炭水化物たんぱく質脂質が含まれてまして でこ,の中これを食べた時に体の中で、まあ、違う新陳代謝のメカニズムで分かれるんですね、うん、体は油をどう使うか、えー、たんぱく質をどう使うか炭水化物をどう使うか分かれてるんですよ、うん、で肉をいくら食べても5 0 0ムのステーキを1日3食、えー、2か月間前に食べててもね結構しんどいと思いますけどこれを食べてても全然太んないです人間の体は余分に食べたたんぱく質を保つっていうことはできないんです <私>タンパク質は脂肪にならないならない脂肪にならないですで肉にもならないだから私がねあの若い時にアメリカで育ったんですけどね、うん、あのアメリカに住んでる時はは、ね、こうやって僕体細いんでそういうコンプレックス持ってたんですよ、うん、高校の時にねで僕アメフトやっててチームで2番目にちっちゃい体でアメフトやってたんですねであの先輩たちみたいにあの筋肉もりもりのね、うん、体になりたかったんですよすんごい肉食べたの 肉を食べて牛乳もガンガン飲んですごい筋トレもして大した大きくならなかったです、ね、ただすごいニキビ波になりましたけどね <laughs> <laughs> もう,もうお腹の中も腐ってたと思うんですよ<ー>食べ過ぎとね悪いものばっかり食べててでもとにかく人間の体は食べた肉を保つことができないんですそのメカニズム持ってないんで肉はいくら食べても太んないんで、まあ、今結構流行ってるパレオとかケトジェニックダイエットっていうのも、まあ、肉はたくさん食べてください 炭水化物を食べないで肉をたくさん食べても痩痩せせまますすすよ間違いないなです痩せますただ、まあ、そこでもちょっと逆,、うん、あの逆転というかマイナス点があるんですよそれはまた後で話しますけどじゃあ油はどうですか、うん、油をたくさん食べたらね太るか、まあ、今まではそう言われてきましたでも最近はねいろいろの栄養士の先生たちも実はお医者さんの中でもいや油はいくら食べても太らないですよっていうことを正直に言ってくれてる方が今増えてますよね。うん でそれもやはり人間の体は油っていうものをいくら余分に食べても、それをねすべて保つっていうわずかを保ちますよでもすべてを保つということはできないんです。そのメカニズムがないんです。だから例えばオリーブオイルをコップ一杯毎日飲んでても太んないです。ね、<Okay. S 1> 太んないです。でも もちろん、あの油の中で悪い種類はありますよ、うんあの。自然の油だったら全て体にいいと思ってもいいです。ただ、その油の使い方が間違えたら、うん、ダメなことになりますよね。例えば、あの熱に弱い油を、えー、お料理に使えば、お鍋の中でいいもともといい油が悪い油に変わっちゃいますよね。例えば、エクストラバージンオリーブオイルはお料理に使われる油ではありません。<う> 弱火だったらまだ大丈夫ですけど強い日だったらオオリーブオイルはダメですだ、はい、アーモンドオイルアーモンドオイルは食歴がないんで私は勧めてないです。うん、油の中でココナッツオイルが一番植物油の中では熱に強いですけどココナッツ風味の、ね、お料理ばっかりっていうのはどなたでもちょっと飽きると思うんで、うん、まあ実はバターとか、うん、ラード、ね、ラードなんて勧めるなんてとんでもないって思うかもしれないですけど。ラードで卵焼き作っちゃう うん僕は卵焼きはもう絶対バターですバター。はい。でも例えばあの鶏肉とかね、うん、長く焼くようなものは、うん、ラードラードとバター混ぜて作ったり無料でね、<う>無料でね、ステムマーケットにくれるあれでいいのうん、もちろんあのもちろん、えー、植物もそうですけど植物は例えば農薬がたくさんね使ってて、うんえー、すごい汚い環境の畑でね、取ってきた野菜とか その野菜から絞ったあの、まあ、種から絞った油とかはもちろん悪いものも入っているから理想的じゃないじゃないですか、うんまあ、汚れている食材はやっぱりあまり嬉しくないですよね、うん、動物の身動物の油も同じような考えを持ってくださいその動物が不健康だったらもちろんその肉と油も体にあまりよろしくない、うん、でも健康な豚健康な牛、うん、健康な鴨から取る油はもちろんいい油なんで、うん、例えば日本 国内の健康データを考えますと、えー、まあ、つい最近まではもちろん沖縄は沖縄県は非常にね長生きする方が多くて、うんはい、あの健康データが素晴らしいということで世界中で有名でしたよね。うん、今は残念ながらね沖縄県のデータは非常に悪くなってしまったんですけど、今日本国内でもなんと10位まで落ちてしまいました。<ー>うん、でももともとはね沖縄県って日本代表だけじゃなくて世界を代表するぐらいの健康データだったんですよ。うんうん、じゃ沖縄県でどういう油を使っているか。 ラードですオリーブオイルとかごま油とかまさかあのアマニ油とか、うん、使ったことないですよ、うん、ラードですよねだからラードをあんな食べても心臓病にもならないしがにもならないんだから沖縄の方たちはちゃんと証明になってるじゃないですか、うんはい、でもあの炭水化物に戻りますと、うん、ですから、まあ、た肉はいくら食べても肉としてまた油として残らない、うん、油はいくら食べても油として残らない、ね、脂肪として残らない、うん 炭水化物は糖ですよね炭水化物のもとは糖分ですお砂糖を食べることか米いあの茶碗一杯食べるかパン一枚食べるか体内では一切関係ないです全部糖です全部糖、ね、で糖は人間の方が一番使いやすいガソリンなんですよ、うん、エネルギー源なんですよ、うん、だから糖を取り過ぎてしまいますと体内で何が起きるかということはこれはもったいないものだなっていう考えがあるんですよね、うんうん これはもったいないんでこれは捨てないで残しておこう。うん、で体内で糖が中性脂肪に変わってそのつ中性脂肪っていうものを体にためていくためにはアディポースっていう特殊な細胞があるんですけどこのアディポースっていう脂肪の細胞は倉庫みたいなものなんですね。うん、でそこにこの、えー、体に回り,はじ回り始めた糖を脂肪酸に変えてそのアディポースティッシューに、うん、倉庫に 埋めていくんです、はいで。人間は生まれつきにアディポスティィッシュ、ア,ビアディポス細胞が多い場所はお腹、腰太ももあここで太っていくんですよ一般的にはねここら辺突然に太った人とかいないでしょここだけ太った人はいないじゃないですかここら辺がアディポスが<ー>あるんでアディポスが少なくなるとなんとアディポスはバン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 。 新しいアディポス作れるんですよねだからもうますます太ってはい、でもさ大橋さんちょっと待ってその白米ねお茶一個。1個がお砂糖と同じだって体の中でいやなかなか想像できないかもしれないですけど想像できない体の中ではねその食品が何だったかっていうことはもちろん分かんなくてその食品に含まれている分子だけ。 うん、しか,分からないんですよでどういうことってことは白いお砂糖は実は半分、えーまあ、白いお砂糖はスクロースという種類のお砂糖なんですけど分子的に考えますと半分ブドウ糖で半分火糖なんですよ。ブドウ糖はね、あのー、どの食品にも含まれているタイプの糖でと、うんえー、りすぎてしまうと血糖値が上がるタイプのと砂糖。 糖を作るんじゃなくて、そうそう,そう,そう白米にも糖が入っているってい。そうですで。白米に入っている糖の種類はお砂糖よりは種類は多いんですけど、うん、その種類の元はブドウ糖か果糖なんですよ。だから人間の体はもうブドウ糖か果糖しか利用できないんです。 ちょっと乳製品のことになりますよね乳製品にはまあ皆さん、ラクトースっていてると思うんですけど、うん、ラクトースの一部がガラクトースというまた違う種類の違う分子の砂糖なんですけど糖なんですけど、うん、これは体内で体が使うためにはブドウ糖に変えて使うんで、うん、そう考えますと人間の体はブドウ糖と砂糖しか分からないつしか分からないんですよその2つしかないっていう。そう <で> <Okay. S 1> だからブドウ糖を摂りすぎると、うんまあ、ブドウ糖は人間の体が使えるんで筋肉が使います、特に、うん、ね。まあ、脳も必要だっていうことをよく聞きますよね、まあ、残念ながらあの脳が必要な糖の量はほんのわずかいくらアインシュタインの脳でも大したた糖は使っってなかったです。だから脳はオイルのエネルギーを使うんでしょう。ケトン体の うん、だから認知症になったら<れ>ココナッツオイルとか MCT オイルを取ると、はい、実際に治るっていう人たちもいってのそれより皆様にぜひ考えていただきたいことは栄養学の中ではです、ね、必須必須っていう、まあ、英語ではエッセンシ l っていう言葉がつく栄養成分がいくつかあるんですけど、はい、必須アミノ酸って皆様聞いたことありますよね。 必須、まあ、アミノ酸はまあ9つ8、ねうん、つっていうおしあの先生もいらっしゃれば、まあ、9つっていうおっしゃる先生もいますとにかく9つのアミノ酸が必須アミノ酸と呼ばれてます必須、うん、っていうことは食から取らないといけないということですよね、うん、体内では作ることは不可能ということなんですよ、うんね、はいはいはい必須脂肪酸って聞いたことありますかないですあ,ありますよ必須脂肪酸オメガ3 オメガ3は<え>エッセンシャルで実はまあこれも、えー、その研究者にもよりますけど、えー、オメガ6のいろいろ種類とオメガ9、ねうん、オリーブオイルに豊富なオメガ9も必須脂肪酸だと。まあ、とにかくでも必須脂肪酸というものはあるんですね。はい、必須糖って聞いたことありますか必須糖類、必須糖質、必須糖分。 いやない必須炭水化物ヒ素がいいないからない取らなくても食べなくても体内で作ることができます体内で脂肪酸から糖を作ることが可能です体内でアミノ酸から糖をすることができますこれは面白いねだから糖は一切取らなくても人間の体には害はないですただ一切取らない方がいいっていうのはまた別の考えですけど一切取らなくても全然害はないです、うん <Okay. S 2> 栄養不足にはなりませんちょっともうちょっとこの話を熱くしましょうよ。OK。What is up?OK,、okay, so we're getting into carbs.OK? タンセカ食べていいの食べちゃダメなのこのチートデーって何だろうじゃあ私のオーガスト流には今ちょっと入ってるんですね。うん。ちょっとちなみにチートデーっていうのは週1回はもう朝から夜まで 気にしないで甘いものとか糖分を食べまくっていいよっていう説なんですよ。ずるの日。ずるの日。チーリング。ずることしたねっていう感じで結構メンタルにもいいんだよね。きついダイエットをやってる人たちにはこの週1このチートデーが入るからじゃあ週6日間は頑張られるっていうメンタル部分のリボードご褒美もあるっていう。 うんまあ、とにかく自分もいろいろ食生活を変えていった中で自分の体の結果も測りながら、えー、炭水化物をやはり減らす方が目覚めも良かったですし、うんあのー、体の調子が良くて、まあ、肌の調子とかも全部良くてでただ、あの完璧っていうものは必要ないって気づいた時が来たんですよね。たまに 逃げ場所っって逃げが必要なんですよ、うんね、やっぱりその今先ほどおっしゃったようにその心の問題というか精神的なためにも、うん、たまには逃げ場所が必要なのね、はい、あの頑張ったからご褒美の日と思ってくれないですから別にご褒美じゃないですからずるはずるなんでね自分がずるいことをしてるということはちゃんと正直に思わないといけないんですけど、うん、たまにはいいんですよ健康になった体健康の体がたまに怪我してもすぐ回復します、うん、たまに風邪ひいてもすぐ回復しますね だから絶対風邪ひかないとか、うん、絶対怪我もしないっていうことは、まあ、別に不可能だけじゃなくて必要ないことなんですね。うん、考えてください、ほとんどの私たちの努力っていうのは、えー、週1日か2日ぐらいスポーツクラブに行って一生懸命運動して、うん、その日だけでもいいからなんかそのヘルシーなオーガニックレストランとか行ってね、うん、オーガニックサラダとか食べていや今日で頑張ったって気持ちになるじゃないですか。 よくく考えてください週7日間あるのに週1日か2日ねプラスのことをやって残りの5日間か6日間マイナスやってたら、えー、1週間マイナス5にプラス2があってもマイナス3で終わりますよね、その1週間は。マイナス3を1年間続けてください、えー、156日間、ね、マイナス156ってなるんですよ、これを10年間やってみてください。うん、マイナスになるんですよね マイナスが重なるばかりの中でどうやってよくなっていくんですか、人間は。不可能ですよ良くなるためにはプラスを重ねないといけないんです。じゃあ、私の考えでは週6日,間6日間は正しい食生活するんですね。だプラス6が入って週1日、チートデイが入ってもマイナス1なんです。チチーートトデデイイのののことね炭水化物ゼロにするっていうそれは別の話で だからその私の大菓子の正しい食べ方という中では炭水化物が完全ゼロということも進めてません、うんはい、ゼロにしてもいいですけど一食,に一食に炭水化物は拳1個分、ね、だからカロリーは関係ないでしょグラムなんてもなかなか分からないですよねこのパンが何グラムとか、えー、米が何グラムとかでも自分の拳というものは誰でもいつも持ってますよね自分の拳一個分のの拳個炭水化物を 1一食に1回取っててもにあなたの体の血糖値がすごく上がることはないですですから血糖値も安全の範囲で流れてますからそれぐらいの炭水化物取っても人間の体には害はありません太ることもないです、okay? でもまあ週に1回は、まあ、例えば友達との付き合いがあったりね自分が今まで大好きだった今現在諦め,と、ね、諦めないといけないケーキとかアイスクリームとかそれはやっぱり食べたくなるじゃないですか その週に1回の日は昼はラーメンとチャーハンの丼ね、うん、もう炭水化物だらけでねで夜はピザに生ビールが3杯とかね、うん、もう炭水化物だらけの 1, 1週間に 1, 週あ1日、えー、ずるしてもそれまでの6日間はプラスで1回マイナスなんでプラス5で終わるんですよオーガストリュー30日で体が10歳若返る食事おすすめしています。 で実際に私も、まあ、本当にスタッフ一同でもうランチもこの通りみたいな感じでありがとうございますあの本当にねサラダ作って鴨肉やって卵と混ぜてもうサラダをやったりしてるんですよで,で朝朝ねあの本当に面白い朝デトックスするっていうことなんだけど朝もサラダ食べたりもし朝サラダ食べることができなかったらこの。 ベジパワープラスっていうのがあるのね。でこれ何入ってるかっていうと、まあその体が必要になっ、も本人がいるから本人ら。<laughs> What is in the Vegi Power Plus? まあね。Real quick, real quick. まあ二十種類の原材料入ってますけど、うん、まあ一個一個の説明すると長くなってしまうんですけとにかく重要なことは完全無農薬なんですよ。だか一本さ空いてるやつ持ってきてくれる。一つ。完全無農薬なんですよ、ね。うん 無農薬で、うん、オーガニックで。だから完全無農薬の、うん、野菜を。毎日豊富に食べることができる方は。うん、こういうようなものはいりません。で、これすごいやばいのね。で。もう全部オーガニックで無、無農薬で、オーガニックって言っちゃだめなんだよね。なぜかというと、そうアメリカのオーガニックと日本のオーガニックはまた法律が違って。そ<う>基準が違うんですよね。基準が。はい で USDA でもアメリカンオーガニックでも日本だったらオーガニックじゃ、はい、まあやや,こしい、ね、いややこしいはあるんだけね <laughs> でもこれは <laughs> クリスが言うようにオーガニックです間違いないですオーガニックっていう基準をと超えてる食材でも農薬を使っててもいい場合があるんです、うん、例えば JAS の基準では日本の JAS の基準では農薬が、まあ、種類にもよるんですけどわずか入ってても JAS 取れるんですよね、うん で私の考えはそういういものもももあっていいいと思いますよもちろんあの農薬をたくさん使っているものよりは、えー、ジャスマークを取っている野菜の方がより健康的なのは間違いないです、うん、ただ私は自分の体をきれいにするためには完全無農薬じゃないと意味がないっていう考えがあったんでじゃあ完全無農薬の野菜を毎日豊富に食べようと思ってもできなかったんですよ自分が。うんうん、できなかったんでその完全無農薬の野菜を作ってる あの畑とか農園にね行った時にここでできてるものをどうやって私が住んでる私たちが住んでる都会に持っていけるかなと思った時に、まあ、やっぱり、ね、季節もありますし流通の問題もいろいろあるんで思いついたのは乾燥だったんですよ、うん、日本でも昔から海藻ワカメを海から取って生のワカメもあの食品に使えば干して海苔にしてね、うん またこあのあの干した昆布とかにして料理に使ってきましたよね、うん、だからってその干したものがよくないっていう考えありますか日本はね魚は生のものもあれば干物がありますよねスモークサーモンとかそうでしょ、ね、スモーク、うん、でもとにかく乾燥させるっていうことはうドライにすにるそうただ低温乾燥しないといけないんですよね熱をかけて乾燥しますとその熱のおかげでいろんな栄養成分特に酵素が劣化しますからベチパープラスの場合は低温乾燥なんで 酵素もまで生きてるんですよその証明もちゃんと取っています、うんうん、でもとにかく完全無農薬のものを一日に一回でもいいから摂取している体は何が起きるかということは体内がきれいになるんです、うん、ね、体内は毎日汚れてるんですよどうして空気が汚れてるからね、これも2800人以上の研究データでアメリカで学会発表してますけど、えー、人間の血液に流れてるいろいろ毒の種類を調べましたら、うん 一番多く流れている毒の種類は排気ガスのおかげで人間の体に入っているんですじゃあ息を止めて生きようと思ってもね不可能なんでいくら食事気をつけても使う水を気をつけてもえね睡眠とかも気をつけても都会に住んでいる限り私たちの体は毎日汚れてるんですよねじゃあ毎日汚れてるんで毎日きれいにしないといけないんですでこの緑の色ね緑の色が一番デトックス効果が高いんですね ですから、この緑の色を自然の力を使って、体をデトックスする、うん。うっていうことが私の発想なんです。じゃあ、やっちゃ。すごい、やばいのが。これね僕、ひ、うん、これ開けちゃっていい?。どうぞ、どうぞ。これ開くじゃん。そうすると。今さっきノートがあって。<laughs> こんなパッケージになってるわけよ。 60ポイってで何だよ、オーガストってもったいないじゃんってなんで普通にアメリカのプログリーンみたいな感じででっかいやつにやってスクープでやるようにしていのああいうバケツタイプみたいな感じでジャータイプジャータイプなくしたんですよオーガストこれおかしいよって言ってそしたらさなんとこれ空気抜いてんのナイトロジン窒素で くくか機械でシュッって空気抜いてこれゼロオクシジェンなぜかというと空気が下がると空気は酸化の原因ですかの原因になるらだから空気に触れるほどその食材の栄養は酸化していくんで酸化しているものをお客様に摂取してもらったりまあ 正直私自分が飲むために作ったものなんで自分の家族もね自分の子どもたちも飲んでるんであの妥協して作ってもしょうがないじゃないですかだからもう本当にもうあのどの角度から見ても、まあ、完璧なものを作りたいという気持ちで作ったものです,です僕は僕はコピーする人なんですよ成功者がいたらどうやって成功してるんだっていうことを コピーするのね。ただ単に仕事じゃなくて恋愛もあるし体のトレーニングとかあるしコミュニケーションもあるし、ね、メンタル的な部分もあるんだけど54歳でしょあ俺これコピーするやつって決めたわけで,す <laughs> で彼が10年以上これ毎日朝2本飲んでるって言ったわけよ、はい、どうするコピーするわけ 正直、日日だけサボったことあります3<日>差 <laughs> <laughs> 旅行先でね、えー、旅行行く時も,もう家族全員分全部ちゃんと数数えて入れてたんだけどうそうたまたまイタリアに行ってて野菜不足だったからうん余分に飲んでたら途中であっやばいこれ途中で切れると思ってうんまさか自分の子供もたちに飲む分取って自分が飲むのはできないじゃないですか親として。ね、自分は諦めて子供たちだけ飲んでたんだけど3日経ってからもうすっごい調子悪くて。えーえー これはやっぱり飲まないとダメなんだと思ってそうだよ、ね、僕もこれ、うん、今その毎月のオーダーさせていただいてるんですありがとうございますこれねやっぱね止めるとね頭が変わるよねうん頭が変わるよねそう何も変なもの入ってないですよ、うん、<laughs> 取ってない時と取ってる日の自分のコンディションとか僕はあの階段がここ5階なんですよこのスタジオがねで階段毎日歩いて上がるので、ね。 でそれで自分の体調のレベルをテストしてるわけね。今日ちょっと疲れあるな。今日だんてって。でこれ取ってない時はもっと負担が出てるっていうのはわかる。これは体が軽くなりますよね。なるよね。本当に軽くなる。体なる。いやたくさんのお客様とかからね、いろいろあのそういうお礼の手紙もいただいてて、本当に嬉しいですよ。Thank you. And だってさ、バットマン見たことある？ブルースワイン飲んでんだよ。r e a l Yeah, I バートマンもね、こういうプログラ、ね、グリーンのドリンク飲んでるから、えーまあねあの。こういうような製品は本当に今、特に日本は豊富なんで、うん、あので違う製品がすべてよくないとはもちろん言ってないですけど、うん、あのお客様が選ぶときは絶対完全無農薬という証明があるものから考えた方がいいですね。でその上にはもう低温乾燥。 うんでまあ、よく青汁っていうものが日本では特に多いですけど青汁ってやっぱりもともとの食材を絞って出たジュースを乾燥して、うん、まあ粉にして製品化するんですけど、うん、私の場合はもうホールフードなんですよねですからその食材を丸ごと乾燥してるんです、うん、何が違うかっていうと食物繊維の量です食、うん、物繊維をちゃんと取らないと腸の環境を保てないんですよ ね、で腸の環境はやはり人間の二、まあ、つ目の脳、Your、second b r ブレインて今言われてますよね。腸がかあの体調悪かったら、やはり人間のは体調悪いんですよ。で腸にいるべきないい菌、いい菌の一番大好物な餌っていうかですね食,食材が植物繊維な 食物繊維も入っている。そのままです。そのまま入ってます。特に食物繊維が非常に豊富と言われているチコリっていうものが入ってます。はい。Anyways, yeah. So, yeah, I love DigiPower Plus. Thank you. So do I. Alright. Yeah. yes. Thank you so much. Yeah. I really appreciate it. ありがとうございます。 もうちょっと,短いやつとかをはい。とかお願いします。ありがとうございます。ありいとうございます。ありがとうございます。<Thank you. S 1>